こんにちは、大ハッピーです。今回の動画は 3D フォーメーションデラックスタイムロボです。別の動画で出したタイムフライヤーも今回登場してますけれども、詳細な動画は概要欄のリンクに貼ってありますので、ぜひお暇でしたらどうぞ。はい、まずはね、お気に入りのギミックなんですけれども、このミニフィギュアが全員乗れるんですよね。タイムジェット1にはタイムレッド乗せてみます。キャノピーの爪を引っ掛けて開けます。腕と足の付け根を曲げた状態にしてそのまま乗せます。次はタイムジェット2、タイムブルーを乗せます。コックピットの黒いハッチを開けてそのまま中に座らせた状態で乗せます。3つ目はタイムジェット3、タイムグリーンを乗せます。2同様にハッチを開けて座らせます。4つ目はタイムジェット4、タイムイエローを乗せます。黒い部分がコックピットですのでハッチを開けて乗せるんですけれども、この座った体勢だとね、閉まりません。体をまっすぐにして寝かせた状態で乗せます。最後タイムジェット5はイエロー同様に座ったままではなくて寝かせた状態で乗せます。では各機体のスペックです。書いてある数字はパッケージ記載のものとなります。こちらがタイムジェット1、主にロボ形態だと胴体になる部分です。5機の中で一番スピードが出ます。続いてブルーのタイムジェット2、ロボ形態だと手足になります。2に限らず3、4、5、まあ1以外は全て手足になりますね。こちらがタイムジェット3、2は2枚の翼に対して3は4枚翼が装備されてます。安定飛行なんでしょうかね。スピードは一番遅いですね。そしてイエロータイムジェット4です。コアとなる部分が主に合体用のパーツで、翼などは合体時の別パーツになります。続いてタイムジェット5、こちらもイエロー同様にアルファ、ベータ、ガンマともにコアと分離して合体します。翼部分はベータ以外は流用されるパーツです。それでは5機のジェットが合体でタイムジェットガンマ合体させていきたいと思います。タイムジェット1の合体準備です。まず後ろのロックを外してウィングを取り外します。続いてランディングギアの格納なんですけれども、前輪はこのように、この後輪の格納方法がねすごく個人的にツボです。お次はタイムジェット4、こちらは分離させます。5も分離させます。タイムジェット2は翼を折りたたみます。裏から見てランディングギアを取り外してジョイントブロックを起こします。でその中にランディングギアの後ろを格納してブロックを戻し、前輪も格納、これで合体準備完了。3は2と変形の工程はほぼ同じです。翼を4枚折りたたんでランディングギア外してジョイントブロックを起こして後輪を格納、そしてブロックを戻して前輪を格納、これで合体準備が完了です。ここでタイムジェット1を中心に、まずはタイムジェット5、5号機を合体で、その隣このジョイントとこのジョイントを合わせてタイムジェット4合体させます。はい、ここで側面にジョイントが2箇所ありますのでタイムジェット3と合体させます。反対側にはタイムジェット2、ここのジョイントと上のここのジョイントを合わせて合体です。上部にタイムジェット1のウィングを合体させます。はい、これでタイムジェットガンマの完成なんですけれども、裏の青いパーツ、ドッキングパーツを引き起こします。ガングだけのオリジナルギミックなんですけれども、4、5のウィングをこのように合体させてランディングギアが6つ備わった車台になります。この車台をドッキングパーツ、そしてピンクの切り込みと合わせて合体で、イエローも合体、これでタイムジェットガンマのグランドモードです。金属の車輪と重量でいいゴリゴリ音が鳴ります。5機合体で飛行メカっていうのはジェットイカロスでもありましたね。
で、まあ、この形状的になんとなくね、5世アルティメットにも似てる気がします。ここまで丸みを帯びた形ではないんですけれども、技の名前はちょっと忘れちゃったんですけどね、ぐるぐる回って竜巻を起こしてましたね。総重量は5機ぴったりの6000トン。はい、続いてはタイムロボベータに合体させていきます。5台のタイムジェットからの合体です。まずはタイムジェット1ですけれども、ロック外してウイングを取り外します。続いてランディングギアの格納、前輪後輪と格納します。そして合体ジョイントを引き出します。続いてはタイムジェット2、先ほどのようにランディングギアを格納します。前輪後輪を格納します。そしてカバーを開いて腕を出して軸から180度回転させます。そしてカバーを閉じて翼を折りたたみます。これで合体準備の完了です。タイムジェット3もほぼ同じパターンで変形させていきます。まずはランディングギアの格納から。このね、格納システムが結構遊んでて面白いです。格納したら上のカバーを開いて腕を出します。これもよく考えたなって毎回ね思いますよね。で、翼を4枚格納して合体準備の完了です。タイムジェット4はまず翼を取り外します。そしてこのように伸ばして、これがつま先になります。軸を回転させて上の方の軸も90度回せば右足の完成。5も同様に翼を外して伸ばします。そしてこの軸を180度回して上の軸を90度回転で完成。左足、この突起が出ているのがタイムジェット4です。まあ、コックピットを開ければ分かるんですけどね。胴体部分の1と右腕の3を合体させます。反対側には2を合体、はい、少し腕を上げます。まあ、トリセツだとね、先に足から合体なんですけど、この動画では腕からつけてます。で、この状態で右足左足を合体させます。そして蓋のところには爪を引っ掛けるところがありますので、引っ掛けてカバーを開くと顔が出てきます。ちなみにミニフィギュアは蓋を開けて立った状態でも乗せることができます。ジェットの時は座ったポーズだったんですけど、ロボ形態だと立ったまま乗せることができます。はい、ここで登場フライヤーマグナム。後方部分を折りたたんでスライドさせて砲塔を出して翼を折りたためばフライヤーマグナム。この武器はタイムロボベータの専用武器になります。腕をちょっと曲げて持たせます。遠距離攻撃、そして空中戦を得意とするタイムロボベータ、この形態からのアルファになってのとどめっていうのが多かった印象です。はい、そして簡単に可動部位なんですけれども、まず合体ジョイント、肩からは回転します。ちょっと固めですね。これ個体差なのかな、うちの方は固めです。そして、まあ、足はこのジョイントでつながってるんですけれども、膝、これはもう変形の機構です。前にも稼働します。で、まあ、この状態で肘も稼働します。この飛び出た肩が非常にね特徴的な形状です。まあ、変形機構を生かしてね、オリジナルないろいろ遊びができると思うので、ちょこっとねやってみます。まあ、この腕を両方格納してしまい込んで、翼を畳んで肩部分を腕みたいな、まあ、これはこれでね結構いいのかなと思ってたりします。はい、余談はさておき、3つ目の合体形態タイムロボアルファに合体させていきます。ベータからの分離状態から始めていきます。タイムジェット1はカバーを閉じて顔を隠します。で、胸部分と腰を90度開いての180度回転でこの位置で固定。そして
してこの胸のカバーを開くと頭部が入ってますので引き出します。で胸のカバーを閉じます。タイムジェット3はアルファモードではこの腕は使えません。足パーツになりますので格納します。翼を広げてカバーを広げて腕を格納、そしてコックピット部分を90度曲げるとつま先になります。で後ろから見てジョイントブロックを引き出して赤い部分を90度回して足パーツの完成。タイムジェット2も腕から足パーツになりますので腕の部分は格納します。翼を閉じてコックピットを90度曲げて、で裏のジョイントブロックを引き出して赤いところを90度稼働で足パーツの完成。タイムジェット4は足パーツから腕パーツになります。まずはこちらのジョイントを90度回して180度回転の格納、これが腕の完成です。そしてタイムジェット5も同様に変形させます。まず上のジョイントを90度曲げて180度回転の足部分を格納で腕になります。右足にタイムジェット3、左足にタイムジェット2、右腕が5で左腕が4、それぞれ合体させます。後頭部にレバーがありますのでこれを開くと顔が出てきます。はい、そしてタイムジェット1のウィングは金属部分をまっすぐに伸ばして黒いグリップをこのように曲げます。この状態とタイムジェット5のウィングを合体させます。ちょっとピンボケしちゃってるな。はい、黒いジョイントとここですね、この突起をこの黒いジョイントに合わせて合体させます。タイムジェット4の黄色いウィングと合体させます。これでクロノシールドの完成です。ロボ形態の盾です。はい、このアルファの形態で左腕にクロノシールド装備、そして右腕には時空剣、これを持たせます。ちょっと緩いんですよね、両方とも。結構プランとしますね。地上で戦うバランス型のロボです。序盤はベータからアルファになってからのアシュクレートっていうパターンが多かったんで、とどめを刺す形態っていう印象を個人的には持ってます。時空剣は左右に展開が可能です。このアルファの胸の部分はホログラムシールになってて、まあ、ここから時空剣が出てきますね。これが見事に再現されてます。タイムロボアルファの必殺技はプレスブリザードです。タイムアップ。はい、以上 3D フォーメーションのデラックスタイムロボでした。もうこの3モードで合体っていうのがねすごいですね。アルファ、ベータ、ガンマで、このタイムロボなんですけれども、ここの白い文字で3タイプに合体だって書いてあるんですけど、白い文字で書いてあるのが1機、黄色い文字だと2機です。1機2機の違いはパッケージの見出しの色だけです。白か黄色かだけです。中身には影響はないみたいです。ことのついでにボディだけアルファ、ボディだけベータ。はい、以上今回の動画はここまでとなります。長く見てくださって誠にありがとうございます。トイハッピーでした。